SFM。ワクワクしてる？皆さんワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえばきっと楽しくなるんじゃないですか。そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。よし、清松のワクワク土曜日始まります。大分県で一番ポジティブな社長、よし清松です。せーの、いいね。皆さんこんにちは、アシスタントのたーここと広川たか子です。よろしくお願いします。はい、どうもよろしく。今週も始まりました、ワクワク土曜日。皆さん1週間お疲れ様でした。お疲れ様。ということで、もうゴールデンウィークに入りましたね。なんか大変な、あっという間だよね。早いですね、本当月が経つのは。ゴールデンウィークみんなどんなことしてるんだろうなと思いながらね。ね、本当にね、思うよりなかなか動けない世の中になってしまいましたね。そうですよね、うん、そして、まあ、もう本当に来週の月曜日はまた月初の朝礼行いますんで、そうですね、楽しみだよね、はい、次はまたどんなお話が聞けるのかもね、はい、楽しみにしていきたいと思います。そして、はい、今月はまたお会いできる日が2日ありますよ ね、 すね、5月の末30、31日の予定なんですけど、はい、まあ、あと1ヶ月あるんですけども、はい、下の倫理法人会さんで、はい、僕の講演会、するようになってます、はい、まあ、ちょっと1時間ぐらいかかるんですけども、ぜひともね、はい、生ヨッシーに会いに来ていただければありがたいなというふうに思いますし、はい、題名も僕の人生を楽しくしたい8つの変態、うん、今毎週毎週こう8つの変態について話してますんで、はい、これの、原版を聞くことができるっていう、まあ、はい、本当にプレミアムな会になると思います、うん、で、明けて31日は僕の人生を楽しくした3つの真理についてお話しすることになってますんで、はい、ぜひとも皆さんプロってご参加ください。はい、はい、ということで皆さんぜひお越しください。はい、ここからは吉井清松のちょっとだけいい話をお聞きしたいと思います。はい、今日は第4次変態ですね、はい、変態ってあの 毎週言ってるからもう皆さん分かると思いますけども、はい、あのなんかパンツをたくさん集めるみたいなそういう変態ではないんですよね、はい、イモムシがサナギになる、うん、サナギが蝶になるっていうことを、はい、自然界では変態というふうに言ってます、はい、僕の人生が大きく変えた出来事について、8つの変態と称して話をしてますが、はい、今日は第4の変態で、はい、僕がうちの会社ってね、はい、37億売って、なんかもうすごくいい会社だみたいな感じでみんな思ってくれてるんですけども、はい、本当に、倒産の危機があったんですよ、もう本当に倒産しそうな、はい、いやもう倒す、もうほとんど倒産だったんです、はい、あの僕が、結婚したのが1987年の3月28日だったんですけども、はい、3月28日、まあ、その、息子の長男の結婚式まで頑張ろうって、うんうん、うちの両親思ってくれたみたいで、はい、一生懸命頑張って、うん、なんとかなんとかあのいろいろ考えながら、うんうん、3月28日に結婚式終わった、うん、それでもう緊張の糸がプツッと切れてしまって、うんうんうん、ああもうほっとしたって言ったら、はい、5月の連休中に僕の、家に電話がかかってきて、はい、お父さんがなんか死に場所探しよるって言うんですよ、はい、だから結局もう会社がダメで、うん、借金、大きな借金買う、をしてしまうんで、はい、その借金返すためになんか高いとこから飛び降りて死のうとか、うん、で保険金でなんとかしようとか、はい、そういうふうに思ってる、うん、思ったみたいで、で、なんか一生懸命死に場所探し始めて、それをうちの母親が心配して僕に電話をかけてきたみたいなことがあったんですよ。でもその時に僕あのじゃあまあたまたま僕三井船という会社に入ってて、はい、まあ、一部上場会社なんですけども、うんうん、そこの三井船の中で、はい、まあ、仕事プロジェクトを抱えてたんで、うんうんうん、上司に相談したんですよ、
まあ、うちの親父がなんか、うん、自殺してもしかしたら葬式とかその後の段取りで長期になんか実家に帰らないといけないくなるかもしれないみたいな話をその時してて、で僕三ツ星に入って、まあ、たった1年目の人なんですよ、はい、1年間しか、まあ、三ツ星で働いてない人なんですけども、はい、なんで、まあ、そんなことになったんだっていうふうに言われて、いや今仕事がないみたいで、仕事がないから、お金も回らなくてみたいなことをその上司に相談すると、はい、その上司、あろうことか、当時のうちの会社の年商を超えるような仕事を、はい、うちの会社に出してくれたんですよ。ね、すごいでしょ、はい、できるかどうかも分かんないんですよ、うん、そんな小さな会社ですから、三ツ星みたいな大きな会社が出す仕事が、はい、うん、できるかどうかも分かんないのに、その仕事を、じゃあ仕事がねえな、これやってみろって言ってポンとくれて、で、まあ、あんまりにも大きすぎて、スペックもきつすぎて、ああこれじゃあうちの会社じゃできないかもしれませんねって言ったら、何が問題なのかって言ったら、いやこれこのスペックを理解する人するだけでも大変だって言ったら、じゃあスーパーバイザーって言って、そのスペックをちゃんと理解して教える人を会社に派遣するとか、もうずっとそのプロジェクト終わるまで、スーパーバイザー派遣してくれて、でいやうちの会社小さすぎて、こんなに大きなもの作れませんとか言ったら、じゃあ中津に工場借りてやるからそこで仕事しろとか、言ってどんどんこうありとあらゆる手を差し伸べてくれるわけですよ。それで、うちの会社当時、なんとか持って、その後すぐ、来たのが、NTT 株から発した、いわゆるバブル景気が、そこから始まったんですよ。だから、バブルに乗ることができたんです。本当にその直前で、もうみんなが傷ついた時に、うちの会社もう倒産するよ、っていう状況だったんですよね。でもうそれ、その部長の考え一つで、うちの会社助けてくれたっていうことがあって、で、いやもうある意味僕にとっては不思議じゃないですか、たった入社して1年しか経ってないその社員の実家のために、もしうまくうちの会社ができなかったとしたら、その部長が責任取って辞めさせられるか左遷されるか、出世コースに乗ってたその部長が、その僕の実家の会社を助けるためにプロジェクト失敗したら言ってたら、もう自分の命縮めるわけじゃないですか、そんなリスクを犯しながら、どうしてそんなことをしてくれたのかって不思議でしょうがなかったんですよ、ある日もう部長に聞いたんですよ、どうしてあの時僕の会社あそこまでして助けてくれたんですか、もうそんなもん1年目の新入社員の、実家がどうなのか、お前、部長にとっては知ったこっちゃないわけじゃないですか、でどうしてでもそれでもうちの会社助けてくれたのはどうしてなんですかって聞いたんよ、そうすると、部長が僕に言ったのが、お前のためだからどうにかしたんだって言ってくれたんですよ、で僕のためだからっていう、なんてじゃあ僕は人と何が違ってたんだっていう話になるわけじゃないですか、でまあ、三ツ星当時一部上場会社で優秀な社員が山ほど入ってくるんですよ、でその中で僕って、地方大学でのあんまり優秀でも何でもない、ともすれば失敗ばかりしてる、そういう社員だった、でも僕は、だからといって投げ合いにならずに、もうどうでもこうでも頑張って、頑張り抜いて間違ってでもいいから一生懸命やった、でその姿を部長はいつも見ててくれて、いや失敗は多い間違いは多い、でもこいつは頑張ってくれるっていうふうに、部長は見てくれていたんです、やっぱりなんだかんだ、まあね、優秀な人ってたくさんいるんだろうけども、僕やっぱり人って頑張ってるやつが好きなんですよ、絶対的に、で、まあ、最近こそね、なんか若い人たちのでなんか一生懸命頑張ってる姿を見て、なんか必死だねとか、いろんなことを言ってこう揶揄するようなイメージあるじゃないですか、今の若い人たちって。でも僕ら世代が評価するんですよ、やっぱりうまく何でもこなしてるやつよりも、なんかうまくこなさないけど頑張ってるやつの方が、
僕ら好きなんですよ、うん、実際僕もそう当時そうで、部長も僕のこと見てうまく やってるやつよりも、頑張ってやつのことを助けようっていう気になったっていうことなんですよね、そういった意味じゃあの時僕は頑張ってよかったなっていうふうに思うし、やっぱり一番最後は人の好き嫌いで物事決まっていくなら、頑張った方がいいんじゃない、っていうふうに僕は今思っているっていうことですよね、はい、いやそんなお話、なかなかね社長からお聞きすることもなかったので、そんな天気があったなんて、そうですね、だから本当になんかもう最近コンプライアンスとかさ、働き方改革みたいに、なんかいろんなこうビジレイク言いながらさ、働かないことの方が正解ですよみたいな、自由にしろみたいな、 ね働けとか一言でも社長が言ったら、なんかブラック企業だみたいな話になるじゃないですか、パワハラとかねちょっとしたことが問題になりますからね、今そうだからなんか働かないことが正解で、働くことが悪だみたいな、そういう風潮ってやっぱりある、今あるんだと思うんだけど、でもよく考えてみてんって、やっぱりとのことを、あの人は好きだって思うのはやっぱり頑張ってるやつのことが、人は好きなんですよって、だったら頑張った方がいいんだよっていうことを、僕はその第4の変態の時に思ったっていうことですね、もうなんか聞き入ってしまったらあっという間に時間になってしまいましたけど来週は5つ目の変態のお話を聞きたいと思います。はい、はい、キノワ総合テコカウ、会社は明るく社長は男、キノワ総合テコカウ、機械は最新、社屋は斬新、キノワ総合テコカウ、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キノワ総合テコカウ、さあ一緒に働こう。続いて後半は天使の話第17話をお届けします。天使の話第17話、欲望の天使デズ。希望を持たなきゃいけない、そしてその希望を信じなきゃいけないって話をここのとこ何度か続けてきたけれど、希望なんてそんなに簡単に見つかるもんじゃないよね。でも論に支配されている心は、何かそれを埋めてくれる天使をいつも求めてるから、そんな時作り出しちゃうのがデザイア、欲望っていう天使なんだ。ニックネームはデズ。欲望って言ってもいろいろあるけど、生きるために必要な欲望、例えば適度の食欲や睡眠欲や性欲なんかも人の本能がさせること。でもそれが過度になったり、生きるのに意味のない欲望はデズの仕業だよ。過食症や拒食症、いじめや暴力、走り屋みたいな暴走行為、愛のないセックス、他にもいっぱいあるよね。で、デズはどんな天使かというと、スポンジみたいなやつなんだ。よく箱に物を詰めるときに隙間にスポンジを詰めたりするでしょ。彼はどんな隙間もその形に合わせて埋めてくれるから、人には素晴らしい天使に思えるんだ。だから人はすぐにこの天使を作ってしまうんだね。でも彼はスポンジみたいに、実は周りの論をいっぱい吸い込んで、その寂しさは少しも減ってくれない。だからまた新たなデズを作っちゃう。
本当に悪循環だよね。はい、ありがとう。欲望ってなんかこういうもんだっていう感じ、わかりますよね。わかります、もう本当にピタッとどんな隙間にも会ってくれて、これでなんか助かったって思うんだけど、結果的にはスポンジっていわゆる寂しさをいっぱい蓄えたもので、きっともその寂しさは埋まっていかないっていう、まあそのことを書こうとしてるんですよね。でも作っちゃうでしょう。なんか欲望ってそういうふうに、今満たされない気持ちの代わりに欲望を持っちゃうっていうことってよくあるじゃないですか。ありますね。なんかこう、お腹いっぱいなのに、なんかちょっとこう嫌なことがあったりしたら、どんどん過食に食べちゃったりとか、投げやりになりがちというか。そうだね。決してそれがいいことではないっていうのは、みんな分かってんのに、その寂しさに耐えられなくなって、その隙間を埋めるためになんか欲望持っちゃって、でも、ちっともその寂しさは埋まっていかないんだっていう、その感覚が、この、欲望の天使です。で、僕は、話そうとしてるし、はい、なんか欲望を次から次に、満たしていくと、はい、よく何でも買い与えてしまうと、欲しいものって際限なく出てきちゃう。だから先週の終わりにちょっと話したじゃないですか、はい、人って際限のない、欲望を持った生き物で、他の自然界の動物では必ずお腹が減ったから狩りに行くとかいう風になるんだけど、人間だけは、お腹いっぱいでも、もうちゃんとこう、整えられて、まあ、頭もちゃんといいから、動物を殺してはいけないとか魚を殺してはいけないと思うんだから、でもだからといってその、魚釣りはしたいからなんかキャッチャーのリリースみたいな誰のためにやってんだっていうようなことをついやっちゃうんだよなっていうこと、釣れて喜びを感じたいんですよね、そういう生き物でね、なんか、人ってそういうなんか変な業があるよねっていうふうに、知性って業なんだなっていうふうに思ったりもしますよね。よくこう芸能ニュースとかですごく可愛くて本当才色兼備な奥様なのに、旦那さんが浮気したりするじゃないですか、でテレビ見てたらみんなあんな可愛い奥さんがおるのにと男の方言うけど、やっぱそれは可愛いと手に入れたけどまた次の欲望が出てくるんですよね。そうですよね、再現がないんですよね、人ってっていうので、またこの話も納得してしまいました。ね、もう業があるっていうことはちゃんと理解していった方がいいかなって、だから、まあ、あんまり欲望の天使を作らない方に、作らないように頑張って、本当に希望を持てるものとか、夢を持てるものとかいうことに自分の神経を集中した方がいいよねって、そんなお話になれば、感じてもらえれば幸せかなというふうに思います。はい、来週も第18話をお届けします。お楽しみに。清松総合鉄工株式会社がお届けするヨッシー清松のワクワク土曜日。だからやってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。ということで今週も終わりの時間になってまいりました。今週も聞いていただき本当にありがとうございました、はい、来週もこの時間にお会いしましょう。はい、まあそれもね、ゴールデンウィーク本当にね、行楽いっぱい待ってると思いますけども、いろいろ注意しながら、もう目いっぱい楽しんで、長い、お休み、楽しんでいただければありがたいなというふうに思います、はい、はい。また来週も元気にお会いしましょう。お相手は吉井清松、アシスタントのターココと広川貴子でした。せーの、いいね。